マーチング、マーチングしたい、マーチングアプリは便利な進路もの。いやー、よしよしよし、今回のマッチングアプリでマッチして、で、こう、実際に会うより、まあ、最初に一回、こう、リモートでちょっとお話ししてみるということで ございますけどもね。やめよう。もしもこれ始まってから5本5本みたいにしたら、風邪気味みたいになっちゃう。でもあれが実際やってて5本5本風邪気味やだけど、それはリモートだったらセーフ。あ、そういうところもセーフなんだ。よしよし。今回は絶対。いや、でもな、とにかく写真だったらすごい綺麗な人だったからな。実際こう動いてこう姿を見て全然印象違ったりしたら嫌だけど、よし、とにかく絶対にいい出会いにする。結婚意識して。しかも、ああ、神様、ちょっとご注文した白物以上のものが来てるんですけど大丈夫ですかってぐらいに、すごい素敵な人来たよ。普通ってその一番いいこう写真を撮って、それを採用するから、実際やったら、あれ あれってなるのところが、いや、動いてる方がもっと綺麗なんてことあるんですね。ありがとうございます。あ、ちょいちょいちょ、よし、ちゃんと喋んなきゃ。よし、そうだよね。よし、頑張ろう。あ、どうも。どうも。はじめまして。私、田中と申します。今回は、お話、いろいろしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします、先生。私の名前は、チアリと申します。よろしくお願いします。本日はですね、本日はですね、今後、出会うことになった時の作戦を考えたいなと思ってやるね、先生。今までで一番パンチ力ある。パンチ力過去一なんだけど。は？出会うすみたいな喋り方してなかった？勘違いじゃないけど。あ、こんにちは。はい。何喋ってんの？あ、すいません。あれですか？次デートには結構前向きでいてらっしゃるんですか？本日はそういった作戦でやんすね。どうしましょうかね。うまいものを食うっていうのは一理あると思うだろ。映画に行くっていうのは一理あると思うだろ。早速家はやりすぎか。どうしますでやんすか。すごいパンチ力だ。どうするでやすやすみたいなこと言ってたんだけどね。全然印象違う、喋ってみたら。なんかすごい本当に、なんだろう、江戸時代の雑魚みたい。すげえ。本当。すげえ雑魚。うわ、すごい。なんだこの雑魚みたいな喋り方の方。ああ、すごいお綺麗なの。うわ、今すごいなんかこう、なんかすごいパチパチされて、なんかあれ、ちょっとこれ、どうしよう。じゃあ、でも一回そういうのを忘れて、普通に会話をしてみることを意識してみたら、新たな一面。ちなみにご趣味とかはあるんですか？そしたら釣りが好きでやんす。江戸時代の雑魚だ。釣り好きなんだ。親分、今日はタイが釣れたでやんすよ。親分、全部食べちゃうでやんすか？おいらの分も。みたいな雑魚に感じる。すごい雑魚だ。好きな食べ物は？ほら、魚でやっとるの何でも好きでやんす。じゃあ一緒にお刺身とか食べに行きますか？刺身、ありがてぃでよすぃ。いや、寿司もいいし、刺身もいいし、焼き魚も煮魚、全部来いって感じでよすね。じゃあ、お寿司でも食いに行くか。寿司ありがてぃでよす。寿司は親分だったらどこでもついていくでよすよ。親分って言ったな、今、はっきりと。あれだな、じゃあ、寿司を食うけど、お前はしめ鯖しか食べちゃダメだからな。まあ、俺ら正直、しめ鯖めちゃくちゃ好きでやんす。親分、つらいよ。ガリだけはつらいよ。いや、お前はしめ鯖もダメだ。ガリだけだ。親分、ガリだけは勘弁してくれよ。だってさ、ガリってさ。
ああ、米に合わねえんだよ。おやろね、寿司には合うけど、米には合わねえ。ガリには一生目がねえ。やらこ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 ら困っちまったよ。すごい似合ってるな、いじられるのが。すごい、なんか、生き生きとしてるな、いじられてることが。じゃあ、あれだな、お前とガリで今度、対決でもさせてやるか。だって、一緒だったら、ガリと、徒競走しても負けるでやんす。釣りバトルをしても負けるでやんす。船乗りでも拙者の方が酔っちまうでやんす。拙者、ガリにも勝手に入れやんす。すごい。笑い方おもろ。こいつ、笑い方おもろ。すごい。全然、何が二面性が、すごいな。うわ、すごい。笑い方がおもろいんだよな、こいつとな。じゃあ、あれだ。特別に、ステーキでも用意してやろう。いや、ステーキ。おら、ステーキ食っちまったら、もう胃もたれしちゃうでやんす。自分のいいステーキの油を溶かすほど強くねえ。ちょっと待って。お前何か勘違いしてねえか？え？お前に食べさすのは、ガリのステーキだよ。やった、兄貴。いや、おもろ、笑い方。やった。地元に持って帰る話が一つ増えたでやんす。まあ、俺らの話のすべじゃ話すこともねえんでやんすがね。ごめんなさい、ちょっと本当いろいろ気になるんですけど、部活とかって何やってたんですか？部活でやんすか？いろんな部活の荷物持ちでやんすや。いろんな部活の荷物持ちやったの？いろんな部活の荷物持ちやってたりやんす。ちなみにご両親とお仕事って何されてたの？あ、両親でやんすか？いろんな会社の肩持ちでやんす。あ、そうなんだ。ちなみにだけど、あなたは何のお仕事をされてるの？あ、おいらでやんすか？あ、もちろんでやんすよ。会社の書類の荷物持ち、あ、会社の書類のお茶組、お茶組、これもう困っちまった。会社の書類のどういうことだろう。あ、てか忘れてた。お名前、お名前をお聞きしてなかったなと思って。やりって最初に言ってたでやんす。聞いてなかったでやんすか？え、もう一回いいですか？チアリって言うでやんす。あ、チアリ。チアリ。チアリってなんかどういう由来でお父さんとお母さんは？地に足をつけるアリみたいな感じで、アリのように働けてやんす。チークシャー、こら、困っちまった。あ、そうなんですか。なんかいろいろ大変なんだろうな、この人。あ、そら、あ、じゃあよかったら、スタミナ太郎とか行きません？知ってます？焼肉も食べ放題だし、お寿司も食べ放題だし、カレーとかも食べ放題で、アイスとかも食べ放題で、わたあめとかワッフルまであるんですよ。ありがてえ、ありがてえ、ありがてえでやんす。ただ、おいらそれを食ったらあんたの一生カバン持ちでやんすよ。そんなこと、カバンなんて持たなくていい、俺の。カバンなんて各自で持てばいいんだから。本当にやんすか。うん。なんかこの辺が胃もたれしてるでやんす。優しさで胃もたれしてる。今まであんまり優しくされてこなかったから、優しさで胸が胃もたれしてるんだ。胸が胃もたれって言葉何？いってえでやんす。うそ、冗談だよ。おめえはな、スタミナ太郎じゃなくて連れてくのはガリ太郎だよ。俺らにはそれぐらいがちょうどいいでやんす。ああ、治った治った。この胸の痛みは治ったでやんす。すごいな、この子の扱い方分かった気がする。でもなんだかあの胸の痛み、悪くはなかったでやんすね。ただ、どう転んでも女性とは思えないな。